ク首位に2連敗で終戦確定か。大谷が悲痛な本音トロ、活躍する意味がなくなる。エンゼルスの大谷翔平選手は日本時間16日敵地レンジャーズ戦に2番 DH で先発出場。内野安打を放ち4打数1安打の活躍でしたが、チームは3対7で敗れました。試合は先発のジオリトが3回に3失点するなど序盤から劣勢の展開。5回にレンヒーフォのタイムリーで1点を返し、9回にはグリチェクの11号ツーランで4点差としましたが、反撃は実らず、同じア・リーグ西地区で首位のレンジャーズに2連敗し、プレーオフ進出は絶望的になっています。試合後のインタビューで、普段は声を張るエンゼルスのネビン監督ですが、今日の星稜は今季一かと思うぐらいの小ささでおつやムード。この様子にメディアは、前夜ネビン監督は集中力の欠如、がっかりだし腹が立つと怒りをあらわにしたが、今日の試合前の全体練習の雰囲気は悲壮感もなく緊張感もなかったと報じ、プレーオフ進出へのわずかな希望すら感じられないと述べています。今日先発だったジオリト投手は移籍後4登板で1勝3敗、防御率 8.14、 チームも7連敗を喫するなど悪夢の3勝11敗。試合後には、ここにいる全員が頑張っている、でもうまくいっていない、ここから巻き返すにはとてもとてもとてもいい野球をしなければいけない、それしかできることはないと悔しさをにじませました。また試合後、スタジアム外で地元スポーツ紙の取材に応じた大谷選手は、プレーオフに出れなくても本塁打記録は狙いたいかという質問に対し、勝つために野球をやってますし、プレーオフに行けなければ活躍する意味はないくらいの気持ちで、そのためのホームランなので、記録のためだけに野球をやるということはないです、まだ優勝の可能性はありますし、やるべきことをやるだけなので、と心境を語りました。この発言にはネット上も、大谷さんの心境を思うと泣けてくる、この発言からすると強いチームにいたらもっと活躍できてるってことだよな、エンゼルスは大谷が一番いてはいけないチームと意見が飛び交いました。プレーオフ進出がまさに崖っぷち状態となっているエンゼルス、チームの成績下降とともに自身の調子も振るわない大谷選手ですが、ライバルチームの選手たちは大谷頑張れと言わんばかりのエールを送っているようです。大谷のプレーに大興奮。ホームラン王やシーズン MVP の受賞がほぼ確実だと噂される2023年の大谷選手、誰にも止めることのできない大谷選手のプレーに大興奮するメジャーの強打者たちの声を紹介しましょう。大谷選手が初めてア・リーグ MVP に輝いた年、時を同じくしてナ・リーグの MVP をつかみ取ったブライス・ハーパー選手。私は現役の選手でありながら大谷の大ファンだよとファンであることを公言した上で、投打両方ができるなんて信じられない、身体能力の凄さはもちろんのこと、打者投手両方で相手を研究しなければならなかったはずと大谷選手の魅力を解説。2022年の交流戦で顔合わせとなった試合では、見ていて微笑ましくなるほどだった。彼がメジャーの激しい競争レベルの中でやっている二刀流はとても印象的なことだし、彼と同じことをできる選手はいないと話しています。別のリーグでプレーするため大谷選手との直接対決はほとんどありませんが、二刀流のショータイムには MVP プレイヤーも脱帽のようですね。またドジャースで活躍するフレディ・フリーマン選手は、当たり前のように毎日グラウンドに登場する大谷選手に唖然。メジャー全体で最もホームランを積み重ねている男が、今晩エンゼルスの先発としてマウンドに立つことになっているんだ、そんなことありうるかい。オールスターゲームには7回も出場し、メジャーの第一線で活躍するフリーマン選手も、打者と投手の両方で結果を残す大谷選手が信じられないようです。特に大谷選手が二刀流として注目を集め堂々の MVP に輝いた2021年、打者としてはホームラン王まであと一歩のところまで迫る46本を記録し、投手では先発ローテーションの一角として9勝をマークした信じがたい結果については、どのような過程で実現させたのか全く理解ができないのだとか。野球はバッティングだけで十分大変なんだ、毎日毎日試合が始まる5時間前からトレーニングをして準備しないといけないからね、それにピッチング専用の練習や準備を加えるなんて
想像もつかないスケジュールだよ。一日でも疲れるはずなのに、半年以上毎日そのスケジュールをこなすなんて本当に信じられない。並外れた身体能力だけじゃなくて精神力も不可欠だろう。フリーマン選手はメジャーで成功するための険しい道のりを知っているからこそ、大谷選手を心からリスペクトしているようですね。さらに大谷選手が所属するエンゼルスとの試合前に、彼はメジャーリーグでプレーした選手史上最高の選手だと思っている、大ファンなんだ、ものすごくリスペクトしているよと興奮気味に語ったのがツインズのカルロス・コレア選手。これまで大谷選手のファンであることをたびたび公言してきました。コレア選手はチームのために全力でプレーする大谷選手のことが大好きなようで、大量失点を許した劣勢の場面や自身の体調が万全でない日であっても決して手を抜かない大谷選手の姿勢に感動したそうです。6日か7日に一度先発しながらも毎日打席に立つ、個人的には最も感銘を受けるところなんだ。特にチームにプレーオフの可能性がなくなった後もチームメイトのために毎日毎晩プレーしている、俺はファンだよと絶賛コメントを残しています。さらに球界のエースである大投手も大谷選手へ称賛のコメントを残しています。大谷ファンを公言する剛腕投手、二刀流のパフォーマンスで野球ファンを魅了している大谷翔平選手。ファンだけでなく同じ舞台で活躍するメジャーリーガーたちも大谷の大ファンだと公言する選手がたくさんいます。ヤンキースのエースとして活躍するゲリット・コール選手もその一人。2018年に海を渡った大谷選手の実力に衝撃を受けたそうで、初対戦を終えた後には次のようなコメントを残しています。いくら払ってでも経験する価値のあることなのかなと、それくらい素晴らしい投手。コール選手は160キロを超える速球と鋭く曲がるスライダーを得意とする投手。過去5年間すべてでタイトル争いに加わり、好成績を残しているメジャー屈指の実力者です。そんなコール選手から見ても大谷選手の実力は別次元のように感じたとのこと。なんて素晴らしい才能の持ち主だと、投打で試合に出場し続ける姿をこれ以上ない言葉で褒めたたえています。特に大谷選手の投球にはかなり興味津々で、ある日の試合ではベンチの最前列で二刀流の姿に見とれてしまったこともあるのだとか。誰もが不可能だと思い、時には否定的な意見が飛び交うこともあった二刀流の挑戦。コール選手は挑戦を諦めなかった大谷選手のことを陰ながら応援していたようですね。未来のメジャーリーガーを目指す子供たちが大谷選手の姿を見て夢を諦めずに追いかけてくれることを願っています。またコール選手の他にもメジャーを代表する投手から聞こえてくる大谷選手を絶賛する声。これまで3度のサイ・ヤング賞を獲得したメッツのジャスティン・バーランダー選手は、2018年に節目となる三振をメジャー1年目の大谷選手から奪い、通算2500奪三振を記録しました。僕がおじいちゃんになって死ぬ間際には2500三振をあいつから取ったんだと言いたいねと話しています。さらに毎日グラウンドに立ち続ける二刀流のプレースタイルについても注目。彼は特別な才能を持っている。多くの選手が彼のプレーを見たいと思っているし、打者としても投手としてもここまでベーブ・ルース以来のことをやり遂げている。僕らはみんなそれに敬意を払っている。翔平にしかできないこと、今私たちが目にしている出来事は本当に奇妙なものなんだよ。いつも期待以上の結果を残してしまう。どうやってコンディションを維持しているのか聞いてみたいよ。不可能を可能にした大谷はアグレッシブで気に入ったと、現役最強投手をもってしても大谷選手の活躍は信じられないようです。大谷選手を絶賛するメジャーリーガーはこれだけにとどまりません。なんと最大のライバルと称されるあの選手も大ファンだと公言しました。ライバルからも認められる存在。メジャーの舞台で大谷選手としのぎを削るライバル選手たち、彼らも例外なく大谷選手のことが大好きなようです。2022年に大谷選手とホームラン王争いを繰り広げたアーロン・ジャッジ選手、2023年の開幕直後に記者から大谷選手との関係性を聞かれると、友達だよ、僕は彼の大ファン、彼のプレーを見るのは楽しい、打席だけじゃなくマウンドでもね、ライバルというよりはフレンドリーな競争、彼がやっていること、そして球界にもたらしていることが大好きと、
ライバルではなくファンであることを公言。どうやらメジャーの未来を担うと言われるジャッジ選手と大谷選手はお互いを尊重し良い関係性を築いているようです。シーズンオフには FA となりヤンキースへ移籍する可能性もある大谷選手、ジャッジ選手とチームメイトとして共演する姿を一度は見てみたいと願うファンも少なくないのではないでしょうか。また大谷選手と共にホームランを量産するもう一人のライバル的存在、ブレーブスの主砲として活躍するマット・オルソン選手も大谷選手を絶賛しています。本当に才能のある投手だ。オルソン選手はエンゼルスと同じア・リーグ西地区のアスレチックスでプレーしていたこともあって大谷選手とは大の仲良し。グラウンドでは顔を合わせると笑顔で握手を交わし、試合中も塁上の大谷選手と何やら楽しそうに会話する様子が目撃されています。2人は冗談を言い合える関係、お互いのプレーにも刺激されているみたいだ。翔平は他球団の選手から人気者、愛されている証拠だねとファンも仲良くじゃれ合う2人のことが大好きです。2023年7月時点でナ・リーグトップのホームラン数を誇るオルソン選手、天才と認めた大谷選手との対戦を最も興奮する瞬間に感じているようです。レジェンドからの I love you。 最後に紹介するのはメジャー史に名を残すレジェンドたちからの声。通算563本のホームランを記録し、1977年のワールドシリーズでは3打席連続ホームランの伝説を持つ元ヤンキースのレジー・ジャクソン氏です。大谷選手を次のように称賛しています。大谷は誰とも比較できないことをやっている。例えばある打者やある投手と比較しても大谷と同じことをやっていたのはベーブ・ルースだけだ。私は彼とも比較すべきではないと考えるよ。確かにルースはワールドシリーズでの活躍や時には完封などもあった。だけど大谷はとにかくマーベルなんだ。すでにメジャートップクラスの成績を残している大谷選手ですが、態度を急変させたり横柄なコメントをすることは決してありません。そんな謙虚な姿勢も一流だと評価されるポイントなのだと話しました。また2023年のシーズンオフに新たな契約を控える大谷選手について、通算541本のホームランを放ち2022年に野球殿堂入りを果たしたデイビッド・オルティス氏は、彼は地球上で最高級の選手になるだろうね、見ていて楽しいし彼は素晴らしい青年でもあると野球界のトップに立つことを期待、試合を見た全ての人々に感動を与える大谷選手の魅力を評価しています。さらにメジャーで通算219勝をマークしたレジェンド投手からまさかの発言が。野球殿堂入りのペドロ・マルティネス氏は、2023年の WBC で日本代表を世界一に導いた大谷選手に対し感謝の言葉を送っています。野球界を代表して全てのファン、全ての選手、野球に携わる私たち全員から、君の努力や献身といった野球界のためにしてくれたもの全てに対して感謝していると伝えたい。我々は君を誇りに思い感謝しているんだ。君は特別な人間なんだよ。レジェンドたちの後を追いかけるように次々と偉業を成し遂げていく大谷選手、ファンだけでなく同じメジャーリーガーたちからも認められる偉大な存在です。今後メジャーの歴史を語る上で外せない選手になることは間違いなさそうですね。皆さんは大谷選手の何に魅力を感じていますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。